タルマルカサークル、実況を始めていきたいと思います。パート5かね。生徒会室で適当に漫画を読んでいたら、いつの間にか夜になっていた。その間、会長は自席で黙々と書き物をしていた。ほんと、会長は真面目だよな。そうでしょうか。俺だったらそんな作業を一日で投げてるぞ。事務作業は、所定の手順に沿って機械的に行えばいいだけです。何も難しいことはありません。返答しながら手を休めず作業を続ける会長。でも、大抵の人は根気が続かないんだ。その最たる例は先輩だけどな。世の中には、このような単純作業より、もっと複雑な問題が溢れています。複雑って、例えば？合理性の欠如した選択域を含む問題です。すまん。もう少し簡単に言ってくれ。例えば、人間の関係性が生み出す多様な行動様式がそれに当てはまります。多くの人の選択に私は合理性を感じられません。合理性のない行動は先が予想できません。公式化もパターン化もできません。それは私にとって複雑で難しい問題です。まあ、人間合理性だけで動いてる人なんてそうそういない。なるほど。そういうことか。だから子供は苦手なんだな。子供は奇想天外でいきなりとっぴなことをすることが多い。はい。私には彼らが理解できません。でも自分にだって子供の頃はあったろ。そこから類推できないのか。常に思考はしています。ですが、うまく機能しない現状から考えると、できないという結論になります。難儀だな。会長、やっぱりもっと砕けた言葉遣いをした方がいいんじゃないか。言葉が硬いから思考が硬直していくんだ。そうでしょうか。この前みたいに、私、生徒会長の小読みんだよって感じでいこうぜ。悲しいことを思い出してしまいました。もうあんな思いはゴリゴリです。トラウマになってやがる。けどな、そこを乗り越えないといつまでも経っても変われないぞ。頑張れ会長、勇気を出すんだ。わかりました、頑張ります。頑張る。おら、小読みよろしくな。大丈夫かそれって言ってみて。みかげくん、いきなりは危険です。人体は突然冷水に入るとショックで過剰反応し、水を飲んでいないのにもかかわらず窒息することがあります。これを慢性溺水と言います。いきなりなんだよそれが。今の話と何の関係があんだ。つまり私が死んでしまいます。これくらいで死ぬな。徐々にステップアップしていく方法を要求します。簡単なものから始めましょう。最初からそう言えよ。わかった。それなら徐々にやっていけばいい。そうしていただけると助かります。会長は机の上の書類を整理し始める。終わったのか？はい。付き合っていただいてありがとうございました。気にするな。俺は暇だっただけだ。帰り自宅を終えた会長について生徒会室を出た。それじゃあな。中庭まで会長を送り、別れを告げる。あの。ん？どうした？会長は返事をせず、もじもじとしていた。私は、これから行くところがあるのです。例の屋台か。コクトクとなずこ会長。本当にラーメン好きなんだな。確かに好きですが。今はそれより優先順位の高い懸案があります。なんだよ。みかげくんも一緒に行きませんか？おう、別にいいぞ。外食ばかりだと小遣いがきつくなるが、せっかく誘ってくれたしな。本当ですか？嘘言ってどうすんだ。
ほら、行こうぜ。はい。歩き出すと会長は嬉しそうについてきた。やべえ、塩超うまかった。会長と例の屋台でラーメン食べて出てきた。前回来た時は醤油だったが、今回は会長のおすすめの塩を頼んでみた。同感です。あのお店の塩は絶品です。あれ食べると塩ラーメンの印象が変わるな。はい、あのお店の塩を味わってしまうと週に一度は来たくなります。わかる気がする。そこまでラーメン島ではなかったが、そうしがいをしたくなった。そういやさっきは悪かった、会長におごらせちまったな。いえ、私からお誘いしたのですから当然です。持ち合わせが足りなくてお金借りようとしたら会長がおごると言い出したんだ。やっぱ悪いし、今度返すよ。なぜですか？なぜって。私のおごりラーメンは食べられないのですか？いや、そんなことはないけど、今ものすごく丁寧な俺の飯が食えねえのかと聞いた気がする。でしたらここは私のおごりにさせてください。幸いなことに今のところお金に不自由はしていませんから。そうなのか。話をしながら学園への道を歩く。で、そういや会長とバイトしてるんだったか。はい、アリスカフェは時給がいいのでかなりお金が余っています。余るって寮費とか？学費や寮費は奨学金から支払われています。生活費はアルバイトの収入で賄っていますが、他は使うあてがありません。まあ会長は遊んだりしなさそうだもんな。いつも生徒会室にいるといるし、遊んでるところを見たことがない。私も暇な時は遊びますが。へえ、何して遊ぶんだ？本を読んだり自問自答をしたりします。自問自答？なんだそりゃ。それが遊びになるのか？例えば有名な出題があります。マンホールの蓋はなぜ丸いのか。なぜって最初にマンホール作った人が丸くしたからだ。丸だったら絶対どの方向にしても落ちないからだ。四角形でも構わないはずです。その方が作成も楽です。四角形だと斜めにすると落ちる。ではそうなっていないのはなぜでしょうか？あ、わかった。ドリルで穴開けると丸くなるからだろう。そこに蓋するから丸いんだ。いい回答ですね。他にもこのような回答があります。四角形の対角線は他の2辺よりも大きいため、斜めに入れると蓋が穴に落ちてしまう可能性があります。落下の危険を避けるため蓋を丸くしました。ああ、なるほどな。言われてみりゃ納得できる。それで正解どっちなんだ？唯一解はありません。どちらももっともらしい回答です。もっともらしいってそんなんでいいのかよ。一つの命題を手持ちの理論と情報で推察します。例えばこの学園にある図書室の本を積み上げるとどれくらいの高さになるか、全生徒が1ヶ月に使用する紙は何枚か、雨の日に生徒会へ持ち込まれる相談件数はどれくらいか、解意のない事案について考え答えを予想します。一般にはフェルミ推定と呼ばれる遊戯の形式です。随分と高度な遊びだな。俺の知ってる遊びとは次元が違った。それじゃ俺はここで。送っていただきありがとうございました。頭を下げる会長、律儀なやつだ。今度お金返すから。必要ないと言ったはずです。強情だな。はい、ここは譲りません。仕方ない、俺とおくか。わかった。その代わり条件がある。何でしょうか？今度は俺におごらせろ。いいな？はい。つっても金ないから高いのは無理だぞ。私は何でも構いません。そう言ってくれると助けるけど、このままじゃ解消がなさすぎる。ああ、
やっぱり俺も何かバイトすっかな。アリスカフェはどうでしょうか。でもあそこコスプレしないとダメなんだろう。私が仮装を始めたので慣例的にそうなっているだけです。義務ではありません。この人最初だったんだ。そうだったのか。バイトの件は別にしても、たまには遊びに来てください。そうだな。まあ考えておくよ。適当に返し、会長に別れを告げた。日曜日。今日はわざわざ休日にすみません。いや、どうせ暇だったしな。会長が電気ポットを買うというので付き合うことにしたんだ。荷物まで持っていただいて申し訳ないです。気にするな。こんなの重くともなんともないし、箱が大きい割に中身が軽かった。にしてもこんな小さいのでよかったのか。会長が買ったのは1リットルくらいのもので、並んでいた他の製品と比べるとやはりかなり小さめだ。量ではあまり消費電力の大きなものは使えません。これくらいでちょうどいいのです。そうか。しかしこれからどんどん暑くなっていくのに、どうして電気ポットなんだか。くっそ暑い中コーヒー、ホットコーヒーでも飲むつもりか。なあ会長、これ何に使うんだ。お湯を沸かします。当たり前だろ。そのお湯の使い道を聞いてんだ。目をさらさら隠すようなことなのか。カップラーメンを食べるのです。またラーメンか。もしかしたら会長の行動は全てラーメンに伺っているのかもしれない。呆れられてしまいました。いや、別にいいと思うけどさ。本当ですか。たまにはな。毎日カップラーメンやめてよ。頑張ってみます。頑張らないとダメなのか。お、あんちゃん。目の前から子供がやってきた。え、誰だお前。純平だよ。忘れんなよ、覚えとけよ。こんにちは、直江くん。おう、ペチャパイ姉ちゃんも一緒か。ペチャパイ言うな。ペチャ…はい…く…にゃにゃ…ああ、施設にいた生意気なガキか。純平だっつってんだろ。いい加減覚えろよ。ペイペイうるせえやつだ。そんなこと言ってねえだろ。純平だ、純平。ちゃんと来てよ。いちいちムキになるところが面白い。みかげくん、何度も人の名前を間違えるのは失礼です。覚えてあげてください。覚えてるよ。わざと間違えてるだけだ。余計立ち悪いよ。遊ぶなよ人の名前で。上がった上がった。まったくやかましいやつだ。でお前こんなところで何してんだ。別にプラプラしてただけだよ。子供は学校にでも行ってろ。いや、もう夏休みだから学校やってねえから。暇人か。そうだよ、悪かったな暇人で。みかげくんと同じですね。は？先ほどみかげくんもどうせ暇だったしと言っていました。そうだった。なんだよ、あんちゃんも暇人じゃんか。小馬鹿にした顔でこちらに向けてくる。純平、おい純平、ちょっと俺と一緒に路地裏行こうぜ。行かねえよ。何する気だよ、怖えよ。純平はささっと暦の後ろに隠れた。みかげくん、子供をみだりに脅迫してはいけません。児童養護施設で生活している子供は大きな心的外傷を抱えている場合があります。私たちの言動が思わぬ影響を与えることがあるため、注意しなければなりません。会長に怒られてしまった。あれ、姉ちゃん施設のこと詳しいのか。暦の発言を聞いてまじまじと暦を見つめる準備。私も少し前までは児童養護施設で暮らしていましたから。マジか、そうだったのかよ。はい。じゃあ姉ちゃんも俺たちの仲間だな。仲間
ですか。もし施設のやつがいじめられてたら、何が何でも助けなくちゃいけねえんだ。そいつがどんなにムカつくやつでもな。つまり施設のやつは仲間だってこった。姉ちゃんのとこにも似たような掟があったんじゃねえか。施設にはそんな掟があるのか。でもその掟はなんとなくわかるかもしれない。他に頼れる者がいないのなら、自分たちの身は自分たちで守るしかない。あったのかもしれませんが、施設では他の子とほとんど話をしなかったので不明です。ああ、暗くてほとんど喋らない感じのやつか。たまにいるよな、そういうの。大丈夫だって、俺はそういうやつでも差別しねえぞ。姉ちゃんがいじめられてたら俺が守ってやる。本当ですか。おい、俺に任せとけ。ありがとうございます。何かこすけてんだ。さっきまでお前が会長をいじめてたくせに。え、俺が会長に向かってペチャパイとか言ってたの。会長はな、胸がないの気にしてんだ。あ、そうだった。悪かったな、姉ちゃん。いいのです。どうせ誰か見てもすぐにわかる揺るぎようのない事実なのですから。あんま気にするなって。ほら、世の中には姉ちゃんみたいなやつを好きになる人もいるだろうからさ。そうでしょうか。意外とあんちゃんがそうかもな。三影くんが。会長からじっと見つめられる。おい純平、まさかこと言ってんじゃねえぞ。へいへい。軽く流しやがった。さてと、そんじゃ俺もう行くわ。どこに行く予定なのですか。海水浴場かな。直江くん、一人で泳ぎに行くのは危険です。そんな胸あさりに行きたいか。別に泳がねえよ。そんなに胸あさりに行きたいのか。決まってんだろ、水着の女を見に行くんだ。お前なさいや。ピシッとサムズアップ決めてる順平、とんでもないガンスな仕掛けだなこいつ。そんじゃな、姉ちゃん、何かあったら俺んとこ来いよ。守ってやるからな。ありがとうございます。純平のやつ、格好つきやがって。なんだかムカつくな。おい、うぬぼれんなよ。体調を守るくらい俺一人で十分だっつの。え、ふーん、そんじゃ心配ないか。よかったな、姉ちゃん。純平はニヤッと笑いかけていってしまった。たく、あのガキ、唐突に現れたと思ったら散々かき回していきやがった。さて、それじゃあ寮まで戻るか。三影くん、ん、さっき言っていた私を守ってくれるというのは本当ですか。ああ、まあな。勢い込んで行ってしまったが、特に深い意味はない。会長は同好会の仲間だしたし、何かあったら助け合うべきだろってだけだ。ありがとうございます。三影くんがそんな風に思ってくれていたなんて知りませんでした。いや、気にすんな。改めて礼を言われると照れくさい。直江くんのおかげで今日はいい日になりました。どの辺がだ。今回は前より直江くんと普通にお話ができましたし、仲良くなることもできました。特に私のことを仲間と言ってくれたのが嬉しかったです。施設暮らしの仲間か。今は俺も親元を離れて暮らしているが、そういうのとは違うんだろうな。きっと純平や会長家にしかわからないことがあるんだろう。まあなんだ、よかったな。はい、直江くんとはこれからももっとお話をしていきたいです。この辺ブラブラしてたらまた会うかもしれないぞ。今度は
施設まで遊びに行きたいです。みかげくんも一緒に来てくれますか？おう、約束だしな。よかったです。そう言うと小読みは嬉しそうに目を細めた。ということで本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。待ちに待った夏休みだ。